日帰りで千葉県柏市まで行ってきた藤間です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、 そしてビットコインキャッシュのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは株や仮想通貨のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日ねサブチャンネルの方にはね久しぶりに副業とかね、個人事業、あるいはね会社経営関連の、まあ、動画を投稿してます。あと税金気になる人にもおすすめな本になってますので、まあ仮想通貨の税金が高いから法人化しようかなとか考えてる人はちょっと藤間大学のね最新の書籍紹介のね動画見てみてください。はい、仮想通貨市場ですけども順調に上がってましたけどもね、今日の夜からドカッと今調整しましたね。でこの後どうなるかみたいなところを話していきたいなと思います。はい、じゃあ今日も仮想通貨ニュース読み上げてからチャート分析いきたいなと思います。今日はですね、ビットコインテレグラフジャパンの記事ですね。ビットコインがね、4万7千ドルを突破しましたってことです。仮想通貨アナリストのプラン B がまたツイートしていて、年末には13万5千ドルまで上昇するんじゃないかというツイートをしてました。ビットコイン価格のストックトゥフローモデルの提唱者であるプラン B ね、まあ、よく出てくるとこ、あれですけど、ツイッターとかによく出てくるあれですけども、年末までに13万5千ドルに達成するでしょうと、言ってました。で、プラン B は6月時点で8月の終値には4万7千ドルになるということを予測していて、まあ、見事今的中してるって感じなんですけども、月ごとにビットコインはまあ上昇を続けるとね、毎月足で上昇を続けて年末には13万5千ドルぐらいになるんじゃないかと言っているということでした。このプラン B って人結構まあね予想してるんですけど、あとねウィリー・ウーっていう人がいるんですけど、この人が、ビットコインネットワークに保存されてる資本が使用された金を更新したということであれ言ってます。この間価格が6万4千ドルになってね、使用された金のところよりも今の4万7千ドルの方が多くのお金が含まれているんだよと、まあ、資本が含まれているということも言っていて、仮想通貨市場は引き続き盛り上がりを見せているということで、また、冬に向かってどんどん上がっていくんじゃないかなということで、ニュースがありました。まあ僕もね、まあ、年末まで2000万近くまでは行くんじゃないかなとか、まあ、予想立ってるんですけど、まあそれぐらいで妥当なところなのかなと。13万5000ドルって言ったら1500万ぐらいですので、まあ結構ね、現実的な数字なのかなと。今からまあ3倍ぐらいですよね。はい、このニュースはプラスマイナス中で、プラス5ぐらいにしたいなと思います。じゃあ次、ビットコインからチャート分析いきたいなと思います。ビットコインね、さっきちょっと、まあ急落っていうかね、シンプソンチャート出てましたね。今4万6200ドルを推移しております。ただ良かったのは、4万7千ドルをしっかり超えましたね。4万8100ドルまで上がって、その後横横してって感じなんですけど、まあ、冷やしで見たらこんな感じです。今日はね、ちょっとまあ、半値戻しぐらいしてるんですけど、僕はね、ここで止まるんじゃないかなと思います。今のところで。4万7200で。ここのね、3日間、レジスタンスしたところは今、レジサポラインなんで、まあ、妥当な、ね、押し目なんですよね。だからここでまあ、食いとどまって、また上がっていくんじゃないかなと思いますので、特に、ロングを生産したりとかは全くしてないですね。このまま上目線で、行ってます。ここをちょっと割ってくると空気感は変わってくるって感じなんですけど、まあちょうどいい押し目なのかなと思います。ちょっと4時間してみたらこんな感じですね。この辺のね、レジスタンスされてダブルトップつけて落ちてきたところと同じぐらいなんで、この辺耐えて、まあ、例えば、なんかこう、もう一回上げて、もう一回下がってきてみたいなね、ダブルボトムみたいになって、まあ、ボトムじゃないから普通ダブルボトムとは言わないんだけど、2回ぐらい試すけど、落ちなくて上みたいなね、そんなのあるんじゃないかなと思いますので、ロングしたい人は今、押し目ですよね。今は結構いい押し目なので、まあ、買っていっていいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ちょっと今線引きすぎてね、ぐちゃぐちゃってなっちゃってるんですけど、なんかチャンネルみたいになってる可能性があるので、もう一段下みたいなところから、再度上がっていくっていうのもあるかもしれないですね。こんな感じ。4時間してみたらこんな感じ。この辺の上昇トレンドみたいなのがあって、一旦この辺まで落とすけど、また上がっていくみたいな。そんなのもあるのかなと思います。拡張型のね、こういう
あんまりないんですけど、ビットコインだとね。だん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 こう、値動きが激しくなって、大相場みたいな、まああるかなと思います。ちょっと RSI 見ておきましょうね。4時間足とかは割とどうでもよくて、日足の RSI が65なので、また今ちょっと中立まで戻ってきました。なんでまた下がってきたからまた上がってくるみたいなね。そんなんもありそうなんですけど、若干気になるのは、やっぱりダイバージェンス起こしてるんですよね。価格が上がってるのに RSI は下がり気味ってことで、これね、下落トレンドに転じる時によくあるので、ちょっと不安です。だから、ここの今引いた上昇トレンド割ってきたら一旦ここまでね、この最高値から引ける上昇、下落トレンドラインに裏タッチしてからしばらく揉んで上みたいな。まあ、そんなんもあり得るので、損切りはしっかりしていった方がいいでしょうね。まあ、例えば、今ロング入るのであれば、$46,000割ったら逃がすとか、この辺ね、割ったら逃がすとか、あるいはこっちで見るのであれば、ここ割ったら逃がすとか、しっかり損切りラインには立ちとかないと、例えばこの辺でね、レバレッジなんか数十倍とか100倍とかでロングした人は、ボーンと押してきた時にもう一瞬でね、資金焼かれるので、まあ、レバレッジと損切りのポイントはしっかりね、浅くね、損切りは入れた方がいいかなと思います。まあ、現物は買っていった方がいいでしょう。現物はまあ、長期的には上目線でいいと思いますので、ちょっと周波してみたので、十分でしょう。週足でこんな感じ。しっかりまだ下がってきたって言ってもしっかり陽線残ってますので、まあ基本的には上目線でいいと思います。はい、ビットコインは以上です。なんでまあ短期的には今調整してますけど、長期的にまあ 上目線っていうのは全く変わりないので、アルトコインもまあそんな感じだ。まあ、こう、なんかポジティブに捉えれば、まあ押し目のチャンスかなと今日ね。そんな感じです。じゃあ次イーサリアム行きましょう。イーサちゃんもちょっと落ちてきたけど、$3,200ね。まあ、こっちで見たらすごい分かりやすいですよね。1、2、3、4、5、6。6日結構レジスタンスされた、ここの$3,200ぐらいのところ。ここにまあ裏タッチしてまた上がってくるみたいに見えるんで、まあ、今日ぐらいに買っていくと、まあまたね、しばらくしたらじわじわと上がってくる相場になってくるんじゃないかなと。思います。まあ、基本的にはこういうね、反転したところから引ける上昇トレンド。すんごい長いんですけど、この上昇トレンドね、冷やしてみたら。1ヶ月近くあるんだけど、まあ、ここ割らない限りはもうずっとロングだし、ずっとね、上目線でいいと思いますので、まあ、イーサーどこで買っても、含み益になる相場かなと、思います。はい、じゃあ次リップルいきましょう。リップルはね、僕は言ってる通り、ロング、を、レバー3ぐらいかけていて、バイビットで。で、結構ね、まあ、含み益が、いい感じになっていますので、まあ、嬉しい限りなんですけど、まあ、リップルは、下手したら、まあ、8月9月ぐらいに、まあ、200円ぐらい到達する可能性も十分あるのかなと思ってます。あ、ちょっと待ってください。チャートがなかなか出てこないんですけど、リップルはですね、まあ、こいつね、本気出したらめちゃくちゃ跳ねるんで、だからまあ、だからこそロングしてるんですけど、結構ね、跳ねるような気がしますね、今の感じで言うと。出来高もそこそこ出てるし、結構、その、上昇率も結構高いですよね。結構こんな感じで。イーサとかよりも強く上がってきてます。で、今日は、まあ、一応陽線だけど、ちょっと押し目作ってるって感じですね。4時間足で見てみたら、こいつやっぱ強いですね。はい、ビットコインイーサで言うとこの辺まで落ちてる感じなんだけど、こいつはしっかりまた買われていってるんですよね。だからまあ移動平均線もゴールデンクロスしてるし、このままね移動平均線もグーって上がってきて、また押し目作ってまた吹っ飛ぶみたいな感じになるかなと思います。ちょっと週足で見てみたら、そろそろリップルがどれぐらい上がるかみたいなところをね、聞きたいと思うので、フィボナッチエクステンションを、フィボナッチエクステンションを引いてみましょう。週足でフィボナッチエクステンションを引いてみたら、今の上昇波でどれぐらい上がるかみたいなところが、読めるんですが、そうだね、0.786 で$1.7、1が$2.1ぐらいなんで、まあ、それぐらいかな、200円、今の上昇波で200円前後ぐらいまで吹っ飛ぶ可能性は全然あるかなと思います。もし、不発だったら150円とかね、0.618 ぐらいまで、この辺まで、飛んで、この辺で三角持ち合いになって、また、
本格的な上昇はまだ先とかね、まあそういうのもあるかもしれないけど、このまま、まあ今はもう 1.13 ドルで120円ぐらいですよね。だからこのままちょっと吹っ飛びそうな気がするので、まあこのままロングしていった方がいいかなと思います。現物ももう買いでいいかなと思います。まあはっきり、上昇トレンド出てますので、リップルも買いでいいでしょう。はい、じゃあ次が IOST ですね。 IOST が、0.030 ドル、今日 5% ぐらい下がりました。イーサリアムに相関してきているので、まあ妥当なとこだと思いますけども、まあ基本的にはガチ法で、まあ、4円ぐらいまでの上昇は見込めるかなと思いますね。まあこんな感じ、冷やしてこんな感じですね。まあ、一応戻してるけど、昨日までの全戻しまだ行ってない、こういう感じの上昇トレンドライン聞いていて、このまま、上がってくると思います。上昇トレンド割らない限りは、こんな感じのね、上昇トレンドライン割らない限りは上に行くと思いますので、ガチをしていいと思います。で、このね、過去に、ボックスエンジンになってたところの上限の4円ぐらいまでは、このままじわじわ上がってくるんじゃないかなと思っております。IOST はそんな感じです。はい、じゃあ次、ビットコインキャッシュ行きましょう。ビットコインキャッシュ久しぶりですね。今ね、7万円ぐらいは推移してます。週足でこんな感じです。ちょっとね、まあよろしくなかったのは、まあ一旦ね、18万円まで上がった後に、3万円まで落ちてますよね。だから6分の1ですよ。かなり下落率高いので、ここをね、また超えてくる、上昇が来るまではちょっと時間がかかるかなと思うんですけど、直近ではね、悪くないチャート形状だと思いますね。こんな感じでね、はっきりね、上昇トレンドが、目視でも確認できるぐらい出てきてるんですね。移動平均線に沿ってじわじわ上がってきてる感じなんで、まあ、こういうの買っとくと、まあ安心して見てられるっていうかね、毎日少しずつ上がってくるみたいな感じになるんで、まあいいと思いますね。うん、どこで買っても、上昇相場みたいなね。いいと思います。ビットコインキャッシュ買って、まあそうね、十何万円ぐらいで利確するのが妥当なので、まあ2倍ぐらいとかね、今から2倍とか、まあ、せいぜい3倍とかね、それぐらいかなって感じ。でも週足で見てみたら、1,2,3、4週連続陽線なんですよね。4週連続陽線になったのってここ1年ぐらいないので、今のこの上昇結構強いんですよね。でそう考えたら、この間の18万ぐらいの高値は、まあ、超えてくる可能性は結構あるかなと思いますので、ビットコインキャッシュもね、まあ割と初心者中級者ぐらいの方は現物買って、しばらく持っておくといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日もチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に僕をおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンク、この2つは日本円の出金用に必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてメインの現物の口座はバイナンスが一番おすすめです。ただしバイナンスがいろんな国から規制を受け始めています。韓国でね、なんか使えなくなるっていうね、話が今日速報でありましたね。ちょっと日本もね、ちょっと危ない雰囲気になってきたので、使えなくなったら怖いという人は、海外の、ビットゲットと、シンガポールのビットゲットと FTX もおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方は、バイビットがおすすめなんで、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プシマラでした。また明日。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それが何度ねワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。